いやもうやっと公開かというアフターパンデミックの本作、いい意味で裏切られたスケールじゃないですかね。わざわざ行きますか、ゾンビの群がる半島に。ゾンビ版マッドマックス、ゾンビ映画こそヒューマンドラマ、カーチェイス、アクション、エンターテインメントに富んだ映画だと思うので、怖いよりかはワクワクしたり緊張感を持って楽しめる作品。どこに逃げればいいのか、何を持って戦うべきなのか、速いゾンビだったら絶対逃げた方がいいです。ここまでカーチェイスで興奮したゾンビ映画はないですね。目力、あれは世の女性たちは落ちるなって。もう絶対敵役こういうやついるよねっていう、映画館で見た方が絶対面白いんですよ。一緒にゾンビの世界をこう体験できるカーチェイス、アクションシーン、迫力、大画面でぜひ。あの半島のボスになりたいですね。いや贅沢ですよ。お正月にゾンビ映画ですよ。そんなマニアックですよ。すごい、僕は素晴らしいと思いますね。お正月に新幹線半島広めてほしいですね。